はい、皆さんこんにちは、おかチャンネルです。今日は400人突破記念ということで筋トレをお伝えします。皆さんいつもおかチャンネルをご覧くださってありがとうございます。まあ、コツコツやっていけば人を見てくれるんだなということで本当にありがたいと思います。これから500人、600人、そして何年後かには1000人目指して、頑張りたいなと思いますので、同時にね、いい動画を、もっとクオリティの高い動画をね、お届けできればなと思っていますので、これからもよろしくお願いします。で、どこにいるかというと、私今ここにいます。ちょっと待って、こんな感じで今メキシコのプラヤデルカルメンという、あのカンクンからバスで1時間南に下ったところにあります。小さな町です。人口15万人ぐらいの小さな町にいます。で、このコンプレックスというか複合施設が安くて月に5万円ぐらいで住めるの で、しかもジムとかプールとか使い放題なんで毎日来ております。皆さんももし老後とか、結構メキシコいいですね。安いし人親切だし、あとはまあ、英語あんまり通じませんけど、スペイン語勉強すると、老後とかだったら言語勉強すると老化も防げるんで、ぜひ新しい国で新しい言語を学んでみてください。前置きが長くなりましたね。前置きが長くなりましたが、今日は下半身です。ここのお尻の引き締めをしたいなと思います。で、100人突破の時に腕立てやって、200人の時に体幹やって、300人で腸腰筋やったので、今日はお尻ともも周りの筋肉をやっていきたいなと思います。で、3種類あります。1つ目がまず寝っ転がってもらって、まあ何でもいいです。これはこんな感じ、見るこの寝っ転がってもらって足組みます。足を組んで、手は、まあ、こんなんでいいでしょう。そして1、2、3、4、これを10回やった後にそのまま10でこれをキープします。10秒、1、2、3、10秒キープしたらまた同じです。1、2、3、4。で、これまっすぐ、できるだけこのまっすぐになるようにしてください。腰から膝までがまっすぐです。5、10秒キープします。1、2。で、その後に今度は逆になります。同じことをします。逆で1、2、3で、10回やったらまた同じく10秒キープします。ここで同じですね。また10回やってまた10秒キープという形です。で、これがまずは1つ目です。で、この後最後にスクワットをやります。で、スクワットはちょっと鏡のところ言いましょう。スクワットですが、ポイントは10回です。まずは回数はで、簡単にもうゆっくり沈んでもらって、でゆっくり上がっていく感じですね。ゆっくり沈んでゆっくり上がる。で、前から見るとこんなんで、もうゆっくり沈んで、手はもうどこでもいいです。もう腰でもいいですしね、上がるという感じですね。ゆっくり沈んでもらって上がる。で、ポイント一つだけあるんですけど、この沈むときに膝がポイントです。つま先の延長上があるとしましょう。ここにつま先の延長上、ここから膝出ないようにしてください。こんな感じで出ちゃうと前が鍛えられちゃうんで、お尻に効かないんですね。なので、つま先の延長上から膝は出ないように、こんな感じだ。お尻をね、出す感じ、後ろに。こんなんでいいですね。こんなんで、つま先の延長上から膝は出ないですね。こんなんでいいです。で、結構最初慣れるまで厳しいんで、最初きつい人はもう45度ぐらいです。これぐらいです。1、2、これぐらいです。で、慣れてきたらゆっくりそれをもうちょっと60度とか80度とかにしてもらって、こんな感じでするといいと思います。ではどこでもいいです。では行きましょう。左足から鍛えていくんで、右足を乗せます。こんな感じで大丈夫ですか。では、ちょっと子供たちがいっぱいいるんで、見てるんで、うるさいかもしれませんが、まあいいでしょう。行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10もう一回いきましょう。1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10。キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度逆足になりますので右足を鍛えます。左足を乗せます。こんな感じ でここ最後上げ下げの時は完璧にはつかないようにしてください。ギリギリまで下げて上げる感じ、下げて上げる感じ。上げる時はまっすぐですね。まっすぐ。ちょっと窓がかやぶきになってるんで風が吹くとギリギリ当たりますが、ちょっとご勘弁ください。では行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さあ次スクワットいきましょう。よいしょ。いやなんかちょっとうざかったら気になるけど、まあ仕方ないね。スクワットいきます。ではラストスクワットいきましょう。肩幅足広げてもらってこんな感じで、手はどこでもいいです。つま先から膝は出ないようにしてください。いきましょう。10回です。ゆっくりいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか。結構足がパンパンになりませんか、この辺とか。でこれを毎日やると、まあ、3分で終わるんで、ベッドの上とかで。でこれは一番いいのは朝やるのがいいです。なぜかというと、この下半身の筋肉って実は脳科学的には大脳とつながってて、すごく頭の働きが良くなるんですね。でもっと言うと、ここの筋肉を鍛えると記憶力が良くなるというふうに言われてますっていうデータがあります。なので朝やると一番いいです。で夜寝る前というよりかは朝やっておくと頭にもいいし体にもいいということで、ぜひやってみてください。お尻のこの下の部分が本当に上がります。クッという感じで上がるの でポイント、さっき言ったようにつま先から出ない、膝がこうならないということで意識してやってみてください。僕が陸上部時代にやってたメニューなので絶対にこれは効きます。でもし若い子、10代20代とかの子で部活やってる子はその最後にやるといいです。一番部活終わった後に自主練とかでやるとすごく最後引き締まるんで、ぜひやってみてください。それでは今後もオガチャンネルをよろしくお願いします。失礼します。